皆さん、こんにちは。今回のガルチャンスレは、セリアのおすすめ商品あげていくスレですー。始まり、それではゆっくりしていってね。セラグッズやハンドメイド資材、お菓子や料理に役立つ品がたくさんあるセリアが大好きすぎて週1ペースでパトロールしてます。雑巾のやつかわいい。クッキー型？めちゃくちゃシュルー。セリアかわいいよね。私はケースぐらいの大きさの猫型のプラスチックのカゴが可愛くてお気に入り。そんな素敵なものがあるの？猫好きとしては欲しくなる。猫の可愛いシールもあるで。ちいかわシリーズ買えて嬉しかった。あとポチ袋みたいな可愛いジップロック、あれも可愛いデザイン。ベルト買ってる。高校生の娘が友達にチロルチョコとかお菓子配るとき使ってる。拾いがだけどこの靴下グレーを思わず買っちゃいました。可愛いね。私は水色。セリアトピだから写真貼らないけど、ダイソーにもシマエナガちゃんの靴下売ってて買っちゃった。欲しい。私も職場用にしてる。コングレーのを履いてるよ。意外と丈夫。同じくシマエナガイラスト入ったルーズリーフがローソンで売ってる無印の入れ替えできるノートに使えて便利で愛用している。何より可愛い。スニードッサリあったからとりあえず全部買っといたわ。可愛いメモ帳、付箋はセリアで買ってる。ぼやこの付箋可愛くて全部揃えた。このシリーズ可愛いよね。私はシールとレターセット買った。この前シマエナガの可愛い付箋とかクリップあったから買ったよ。私もシールも可愛かったけど使わないからメモ帳と付箋とテープカッターとか買った。私も付箋買った。ポーチちっちゃいのも買ったけど大きいのも買おうかな。キッチン用品も可愛い。キッチンのおしゃれダスターが好き。笑い花柄のやつ。これ買ってからある程度使ってすぐ捨てるようになった。ガラス点の勢いすごかった。インクは少しずつ再販進んでいるのかな。本体だけはまだメーカー欠品だって。そうなんだ。インクとペン置きがいっぱい並んでてまたペン買えなかったってしょんぼりしてた。ガラス点発売以来ずっと探しているけどスカスカになった棚しか見たことない。うちの界隈、隣の島で行きましたが売り切れ。シーリングスタンプもデスプチプラから始められるのはいいですよね。うちの近所もインクしか売ってなかったけどこの勘違う用事で行ったら2本だけ売ってたので1本買ってみた。ピンクだったけど色はいろいろあるのかな。メイクポーチは汚れないように気をつけててもなんか汚れるからセリアで買ってるよ。なるほどね。私もそうしようかな。キャラもののポーチかわいいし。アクスタ流行ってるからかな。ミニチュアの家具がいっぱいあって嬉しい。ちょっとした風景が作れそうなくらい種類ある。セリアのカラーマスク、色も落ち着いててかわいいし愛用してる。ミディフィットマスク？それともウェーブマスクですか？気になってたので使用感教えてほしいです。話した時に口につかないかとか。私もマスクはセリアで買ってる。以前は3色襟元、今はゴムが3色の方をセリアで中。少々ダサッと感はあるけれど12枚入り110円のコスパが良すぎる。前にセリアで3色のカラーマスク買ったら通気性皆無で夏じゃなくても辛すぎて、カラーマスクだけは DKISO のにしてる。他のは通気性大丈夫なのかな。可愛い色のあるから惹かれるんだけどね。行った日にシマエナガグッズ増えてて困る。嬉しい。ウィリアム・モリスのソックス買ってきた。このシリーズ大人が持ったり身につけててもおかしくない色味で良い。ダイソーとセリアが同じくらいの距離にあるけどなんとなくセリアに行ってしまう。セリアとダイソーそれぞれ良さが違うよね。セリアはおしゃれだったり可愛いものを買いに行く感じだけど、ダイソーは実用的なものを買いに行く感じ。商品が目まぐるしく変わるよね。常に新しいものがたくさんあるのすごい。気になるの見たらその時にゲットだぜ。ネットでそんなのあるんだと知る。買いに行こう。品切れを何度経験したか。そこから情報仕入れているのにもう誰も紹介しないでよって思ってしまう。笑い。あるある。欲しいビーズがいつ行っても売ってない。行く前に店舗の在庫調べられるといいんだけどね。そうなったら本当に便利だね。何年もはしごしなくて済むし、店員さんの手を止められることがないし、ニトリとかもアプリで在庫入れるって知った時は驚いた。でも商品数が膨大だし難しいんだろうね。それそれ。だから久々に行くと必ず1万円以上買ってしまって、やばい。私ほど爆買いする人いないから店員さんに覚えられてしまって気まずい。太客やん。やっぱり100円の商品ばかりっていうのがめっちゃ魅力的ですよね。スニカラーのものも多いような気がして大好きです。全部100円だからめちゃめちゃ安心。ずっとそう思っていたけど、この前クリスマスのコーナーで550円の商品が売られていてびっくりした。毎年例外的に売っているのか今年だけなのかはわからないけど、クリスマスのコスプレ衣装の商品が220円、330円、550円であります。しばらく前に全部100円を維持してる100均はセリアだけなんですって店員さんに聞いたから、セ
いと思ってた。スカートを維持できなくなったのかでも収納とかだともう少し大きいサイズ欲しかったりしたから、それはそれで期待。セリアも100円じゃない商品あるんだ。でもセリア可愛いもの多いから逆にセリアの200円、300円商品でクオリティ高いのもあったら良いなって密かに思ってました。ウィリアム・モリス賞窓のカーテン音符超安上がりわら。この柄、布地も売ってたんだ可愛いよね。ウィリアム・モリスの新作を探しに、定期的に行ってます音符。ウィリアム・モリスはマステ、巾着、お弁当包む布を買ったわ。次々出てくるから豆に通わないと品切れになるよね。そう、ウィリアム・モリスの商品で良いと思ったものは、迷わずに買うわ音符。この時を見てる今もセリアで買ったシマエナガの靴下を履いてます。ポチ袋は毎年お世話になってます。今年は画像の左のやつ、来年のやつ探し中。鍵編み始めようと思って毛糸いろいろ買ったよ。色味が可愛いの多い。気軽に始められるからありがたい。秋冬はセリアで毛糸買って編んでる。他の100均にもあるけど、うちのあたりだとセリアが一番種類豊富なので。毛糸ほぼ全種類あるかも。糸あと、ガマ口の口金、ガマ口作るの楽しすぎる。太陽用のタッカーが好き。封を開けたお菓子を保管してる。割れずに済むし、食べ過ぎ防止になる。ゴム手袋も可愛くて愛用してたけどなくなっちゃった。ディズニー、サンリオ、ポケモン、チーカワ、おパンチグッズが可愛い。アクセサリー高見えしそうなものを探し出すのが好き。セリアのワイヤーボミーヘアアクセサリーを気に入って1台で3使いました。細いワイヤーを合皮や布でくるんであるやつ。私はショートヘアなんだけど、カチューシャにしたり腕に巻きつけたりして使ってます。ダイソーもよく行くけど、季節のイベントごとの飾りがダイソーより可愛い。食器も可愛いのが多い。可愛いね。久しぶりにセリア行ったら、ペイペイや au ペイ使えるようになってて嬉しかった。今日行ったけど封筒買うの忘れたわ。ダイソーは7枚になってセリアはまだ10枚だからお得。おパンチウサギのお薬ケースを勢いに任せて買ったけど、やっぱり私使わないからとメルカリ見たら高額で売られててびっくり。結局めいっ子にあげた。チーカワのお薬手帳ケースも一瞬でなくなった。ドラえもんのケースはずっと置いてある。可愛い感があったから買ったわよ。可愛い。今日セリアに行ったのに気づかなかったキュー。あら、本当に可愛いじゃないのよ。お買い物上手ね。見に行ったけどなかった。缶コーナーじゃなかったのかな。缶コーナーかラッピングのところにあると思います。ママごとの種類が好きです。ホットケーキにバタークリームさくらんぼのやつがお気に入りです。最近シチューの箱のやつを見つけて欲しくなりました。笑い。セリアあんまり混んでるイメージなくて好き。店員さんもゆっくり品出ししてる。どうでしたか。セリアに行きたくなってきてしまいました。参考になる情報はありましたか。また次回で会いましょう。チャンネル登録、グッドボタンをお願いしますね。星